全然評価も近くなんで。はい、どうも。今回ちょっとね、まあ今ちょっと背景にも映ってると思うんですけど、倉庫がとりあえず物でごった返ししてると、それをね整理していくっていうことをやっていってるんですけど、全然追いついてないっていうところなんで、まあ動画にしちゃって企画にして楽しくやっていこうぜっていうことになってまして、今回その1日目でございます。まあ、何をするのかっていうことでございますよね。今日はまず、まあ、かなりあるんですけど、ちょっとね SD にちょっと手つけてしまって若干進んでるんですけど、これ見てください。これこのね、まあ、ビスネジですよね。ネジとかこんなん基本的に副資材って言うんですけど、この副資材だけでもかなり溢れ返ってしまってる。まあ、そのせいで、あれなかったから買っとこうみたいな感じでね、無駄がいっぱい出てきてしまってる。それをなくしていきたいなと。そういう思いです。これ、どこの多分工務店とか職人さんとかの親方さんとかもみんな困ってることやと思うんですけど、結構今ね ICT とかを使って在庫管理をきれいにしてるとか、そういうことをしてロスをなくすという、そういうね方々がねかなり増えてきてるんですけど、うちもねどんどん導入していかなあかんなと思って、まずはまあ人力ですけど、アナログでこいつらをね整理していこうかなと思います。まあ今日はビス編っていうことですけど、まあ実際まあ、これとね、あとはまあ現場に行ってる車の中にもビスはもちろんストックされてるんですけど、それをきれいに仕分けして、まあ、無駄をなくすと、あれないなじゃなくて探せばあるものってかなりあるんで、それを一つにまとめることによってロスをなくしていこうという作戦でございます。まずはビス編、ぜひとも見てください。はい、ちょっとカメラの設置が悪くて下の方になっちゃってるんですけど、まあこう引き続きこいつらをねこいつらを分けていきます。こう分かります？まあこれこのねこいつとこいつでね長さが違うんですけど、こういう、仕分けをね今からどんどんしていっています。はい、ということで一通りちょっとね仕分けは終わりました。ちょっと見ていただきます。まあ、まだまだねちょっと氷山の一角なんですけど、まあ、このね細いビス分けて、でこういうそれ以外のやつをちょっと仕分けしたなっていう感じで、まあ、見てわかりますね、外真っ暗になりました。まだ全然氷山の一角なんで、これからねちょっと時間あるときは徐々にこの片付け企画やっていこうかなと思うんですけど、ぜひよかったらねもうほんまにもう、ね、垂れ流しやと思うんで、好きな人だけ見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。 IT ブロス、おまけ。こういうねよくホームセンターで売ってるこういう養生剤、これは施工時に柱とかが傷つかないように柱を養生する養生剤になってます。これね普通の生活でもね結構使えたり活用できたりしますんで、まあそんな高いものじゃないんでね、例えば子供お子さんが角ぶつけないようにとかそういう保護したりするんで、ぜひともねホームセンターで売ってますんで買ってね。知らない人からおなじみの人も虜になるドンベイト This is special song Waiting Bros の This is special song We are ドレミファソラシドの音の上自由自在乗りこなしてこれから